昨年12月、日本女子プロゴルフ協会、ジュガ、の小林博美会長が2024年シーズンの日程発表の席上でこう季節していた。連年々選手の力とツアーの競争力が上がる中で、2024年度は米国女子ツアーに参戦する日本選手が9人となる予定です。これは協会始まって以来の人数が、海外ツアーを主戦場とするのではないでしょうか。 日本ツアーで培った強さを思い切り発揮して、どの選手も米ツアーで優勝を挙げて欲しいです。私としては朗報を心待ちにしています。米ツアー8年目を迎えた畑岡奈紗を筆頭に、全米女子オープンを制した2021年途中から米ツアーに主戦場を移した佐藤ゆか。2022年には渋野雛子、古江彩香が加わった。 昨年は勝みなみと西村優奈が参戦。今年はさらに稲見萌えねい、吉田優里、西郷真央が海を渡った。9人の日本ツアーの勝利数は計57勝。日本ツアーで2年連続年間女王の山下美夢ーはいないが、オールスターとも言える最強夫人なのだから、小林会長の鼻息が荒くなるのも当然だろう。吉田と西郷は渋野、震え。 かつ、西村と同じく最終予選会、9シリーズを突破して、新たなステージへの道を切り開いた。コロナ禍で統合シーズンとなった2020から21年賞金女王の稲見は、ツアー通算13勝目を挙げた昨年の日米ツアー協催、とうとうジャパンクラシックで得た資格を行使し、米ツアーメンバーとなることを選んだ。 日本ツアーでの A 級シードを目標にしていた古江の旧シリーズ挑戦には驚かされたが、古江と同じように海外にはさほど関心がないはずだった稲見の決断も全く予想していなかった。2021年の東京五輪で代表争いに敗れた古江は、その傷を癒すように7月の五輪開幕直後に行われたメジャーのエビアン選手権に出場して4位に入った。 そこで優勝したミンジリー、オーストラリアに来ないの、と誘われたことにも背中を押され、ペイツアーに挑戦することを決めた。後日、古江は五輪に出られていたら旧シリーズには出ていなかったかもしれない、と話し、その東京五輪で銀メダリストとなった稲見は、またネリーと回りたいと思った、と金メダルを獲得したネリーコルダ、米国、 との再戦も熱望し、米ツアー入りに気持ちが傾いた。海を渡った女子アスリートのパイオニア的存在と言える岡本綾子さんは世界地図を見て、日本って小さいな、と思い、ゴルフをやり始める前から視線は海外に向いていた。海外を目指す理由は人それぞれだが、ルートは違えど、死が同じならばいつか道は交わる。 もし、東京五輪の代表争いで古江と稲見の立場が逆になっていたとしても、米ツアーという同じフィールドに立っていたのだと思う。それにしても、主役がごっそり抜けた日本ツアーは大丈夫なのか。日本に軸足を置いて、スポット参戦するメジャーで優勝し、世界ランキング1位になる選手が出てきてもいいんじゃないか。今季も日本で戦い、 海外メジャーでの優勝を目標に掲げる日本女王、山下の世界ランキングは現在20位。史上初の世界一を見てみたい。